こんにちは、岩ちょいの鹿翔太郎です。今日は LINE のオープンチャット、がん専門医の部屋というところがあって、そこに来ている質問から取り上げました。再発卵巣がんにホルモン療法は効くのかという質問です。このチャンネルはがんの専門家が一般の方のがんについてのいろんな疑問や誤解に対して専門家の立場で、しっかり分かりやすく解説するチャンネルです。ぜひともチャンネル登録お願いします。再発の腹膜がん、卵巣がんでは抗がん剤が効きにくいタイプの人はホルモン療法が効くというのを見たことがいたのですが、本当でしょうか。私は腹膜がんで現在治療中なんですが、ドキシル、ジェムザール、インノテガンと効果なく、今パクタステルを3週間に1回投与の1回目です。ホルモン療法はどのような方が使える薬なんでしょうか。腹膜がんが使うことはできるんでしょうか。私はもう使える薬がないに近いと思うので、ホルモン療法はとても気になります。自費になるかどうかも気になるところです、という質問でした。で、ですね、いろいろこれ調べてみました。で、ホルモン療法の治療法で、卵巣がんの治療法についてですけども、卵巣がんの大部分は診断を受けた段階ですでに病気が進行している。初期には手術を行って、その後化学療法を行う。場合によっては手術の前に化学療法を実施して腫瘍を小さくする。しかしある時点で再発する場合があって、これ7割5分ぐらいで、再発後の治療は通常化学療法で効果も期待できますけども、最終的には大半の患者が化学療法に薬剤に対抵抗性を示すようになると。これはコクランというところのサイトから持ってきたものですね。で、抗がん剤の副作用を苦しんだり生活の質が下がったりする患者もいると。このためにホルモン療法は試みてきたと。黄体形成ホルモン、放出ホルモン、 LHRH 作動薬、LHRH アゴニスト、ホルモン剤であって、脳内にある下垂体に同ホルモンの産生を止めるように指令して、それによって同ホルモンを依存している可能性のある卵巣の使用細胞への刺激も止まると。で、 LHRH 作動薬は再発上皮性卵巣がんの治療に知られていることもあり、いつかの研究では毒性が低いということが示されていると。このホルモンというのは情報伝達物質で、性ホルモンのこの、ホルモンがですね、作用することによって、この卵巣がん自体も指令を受けて、で、細胞増殖を、増大させるということがあるので、そのシグナルを遮断するという薬を使うということなんですね。で、再発した上皮性卵巣がん患者の対象として、この LHRH 作動薬を化学療法およびはプラセボと、偽薬と比較した、ランダム化比較試験 RCT があって、電子データベースおよびその他の記録を調べたと。その結果、2件のこの RCT を特定して、比較内容が異なるためにこの2件は別々に報告したと。入手可能なエビデンスでは、ホルモン療法開始後6ヶ月および12ヶ月後の時点で全生存期間および無増悪生存の改善は示されなかったと。さらに、主な副作用でも2つの治療間の間に統計的な有意差はなかったという結果だったということですね。で、この2つの小規模な RCT を対象とした本レビューでは、プラチナ生産不要性及び抵抗性を示した再発した、この上皮性卵巣がんの治療において LHRH 作動薬の安全性と有効性を言及するにはエビデンスが不十分だった。全体としては全ての転機、全生存期間、無動画生存期間、QL 及び有害症を含むエビデンスは非常に低かと。質は非常に低かったということで、結局この卵巣がんに対してからホルモン療法を使った比較試験というのは2個あったけども、これはなかなかあんまり臨床試験というのは質が良くなかったんだけども、結局そのホルモン療法の効果を示すことはできなかったという結論なんですね。で、実際にこの治療ガイドラインの方もちょっとよく調べてみました。で、この卵巣がん、腹膜がんの治療ガイドライン2020年版にもホルモン療法の記載はないんですね。卵巣を取ってからホルモンが検出してからそれを補充するホルモン療法であるんですけども、がんそのものに対する効果を示すホルモン療法の記載はないと。ただし卵巣がんの 16% を占める類内膜がんは子宮内膜症発生母体とすることがあるが、一般的な進行例は少ないと。で、子宮体がん治療ガイドライン2018年版にはホルモン療法が多数記載されていて、で、クレガンクエスチョンの30番に黄体ホルモン療法は類内膜がんグレード1あるいは、エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体陽性の進行再発がんに対して、考慮することがあると。グレード C1 というのはエビデンスは、十分とは言えないけども一応やることはあるという意味ですね。で、子宮体がんでは NCC のガイドラインの2017年版では、発症や転移を認めるけども無症候性で ER、PGR 陽性であれば増悪するまでホルモン療法を進めているというような記載がありました。で、まとめですけども、症例報告レベルではあるかもしれませんけども、卵巣がんにおいても通常ホルモン療法というのは選択肢はなさそうですね。実際に婦人科の先生たちもいろいろ聞きましたけども、やっぱりほとんどそういったことは考えられないと。
で、卵巣がんと子宮体がんの合併発症、あるいはどちらも、どちらかが原発がんが不明の場合は、子宮体がんの組織型、ホルモン患者性を考慮した上でホルモン療法を使うことはあるかもしれない。もちろんそれは適用患者のみということで、基本的にまあこういった例外的なパターンはあったとしても、この卵巣がんにおいてホルモン療法というのはあんまり意味がないというふうにまあ結論付けるんじゃないかと思います。まあ、実際その使える抗がん剤はないといってもですね、まだ他にもですね、トボテカンとかですね、まあ、他のまあ抗がん剤もまだありますので、実際に本当に抗がん剤治療がないというわけがなくて、やはり本当に使って意味がある治療薬を試してみる、あるいは、遺伝子パネル検査というようなですね、ゲノム医療の方を今のうちに検査をしてもらうというような選択肢もあるんじゃないかと思いました。ということで、このチャンネルはですね、一般の方の、いろんながんに対しての疑問に対して分かりやすく専門家の立場でから解説するチャンネルです。ぜひともこのチャンネルを登録して、がんという災難に備えてください。